株式会社大阪ソーダは大阪市西区に本社がある日本の化学メーカー。帝国人造建師等、関西財界が中心となって設立された代表的企業の一社。緑会の会員企業であり、三和グループに属している。1913年9月、日本で初めて展開ソーダの工業的連続製造法を確立し、高純度の化成ソーダを生産した。 電解技術をもとに基礎化学品や機能化学品の製造を行っている。その他にも医薬品原薬、中間体、電極、住宅関連や資源リサイクルなどの事業も手掛けており、世界トップクラスの製品を多数取り扱っている。1988年、業用拡大に伴い社名を大阪ソー田株式会社からダイソー株式会社に変更したが、 創業100年を迎えた2015年に社名を株式会社大阪ソーダに変更し実質的に救命に服した第166期中間報告書株式会社大阪ソーダ2021年1月7日閲覧その他の設立母体企業の例としてロイヤルホテル大阪商船朝日火災会場保険日本生命保険等があるメンバー会社一覧から 緑会、ダイソー、社名を、大阪総田に変更。日本経済新聞。https コロンスラッシュスラッシュ www. 日系 .com スラッシュアーティクルスラッシュ dgxlasdz24hr9u5a324htj30002020 年1月7日。閲覧。ab、称号の変更に関する、お知らせ。 ダイソー株式会社、http コロンスラッシュスラッシュサブドットオーサ a KA-soda.co.jp スラッシュ CGI-bin スラッシュリリーススラッシュ CGI-pdf スラッシュ1427182183ドット pdf2021 年1月7日閲覧ダイソー、岡山火星を完全子会社化、基礎化学品強化。 ロジススティクトゥデ i h t t p s コロンスラッシュスラッシュ w w w l o g i t o d a y c o m スラッシュ284272020年1月7の開通欄岡山火星株式会社合弁事業解消について、ダイソー株式会社、アサヒ火星ケミカルズ株式会社。 h t t p s w w w a s e h i k a s e i c o j p スラッシュアサヒスラッシュ jp スラッシュニューススラッシュ2011スラッシュ CH120307 HTML2021 年1月7日閲覧ありがとうございます。